はい、えー、土曜日の夜ユンバンライブでございます皆さんこんばんは杉本さんこんばんは声聞こえてますでしょうか早速ですけども有感フジによりますとですね韓国が不法占挙をする竹島、えー、島根県の竹島ですね島根県の竹島にですね13日あれ、えー、もう一回やり直した方がいいかな 勇刊、えー、富士によりますと韓国が不法占拠する竹島,あ島根県の竹島にです、ね、13日、韓国革新系野党幹部らが上陸した,との,したのと同時にです、ね、竹島周辺に日本,海日本領海などをです、ね、韓国の海洋調査船が数日間にわたり航行していたことが17日、えー、政府関係者らへの取材で分かったということです。さんこんばんこばは 不当な海洋調査を行った疑いがあるということで。えー、ユンソンによル政権との融和路線を推し進める。岸田文雄政権は抗議などは行っていないということです。えー、韓国に忖度し、反日暴挙を放置するのかというね、記事がありました。昨日の夕刊富士の記事ですけども。えー、もうあれですかね。岸田さんは。もう、あの、もう、いかんすら言わない。 言わなないいよううにっってしまったというね、えー、和也さんこんばんは「遺憾すら言わないのか」と「遺憾」と言ったところで別にどうってことないですけどももう黙って見てるというななぜ抗議ししいんでしょうね何がそんなに言いにくいのか。えーまあ、韓国政府と日本政府の間で今ね、えー、まあいい雰囲気になってるようですけども日本政府が何か気を使う必要が何があるんでしょうかね。 えー、むしろ韓国政府の方がですね気を使うはずなんですけどもねなんと言ってもですねこの時期にですね韓国の今経済状況が悪い時期に日本との融和策っていうのは韓国の方が望んでることでなんとか日本と仲良く、ね、しておきたいというのが韓国側の考えだと思うんですがそこにですねこういった行動をその合間にとってるということはですね どういうことなんだとはっきり言うべきなんではないでしょうかねこういうことをしているからこうあの甘いというふうに言われるわけでアメリカ民主党日本支部ですかね、えー、ということはアメリカの支部ですからアメリカ本店の方の言うことを聞いているということになりますかね今回海洋調査船が、えー、たまたま 玉ねぎ男が上陸した時と合わせてですね調査船が来てたとまあこれは示しあのそれに合わせて海洋調査船が出たかどうかっていうのは不明なんですけども、えー、とにかく文句文句ぐらい言わなきゃダメじゃないかと黙ってちゃ黙ってたんじゃ認めたことになっちゃいますよもうもう竹島はあなた方の領土ですって認めたことになっちゃいますから「吉山さんこんばんは」。 うーんもう黙ってちゃダメまず黙ってちゃダメだしもうねこれはですね皆さんもお感じになってると思いますがこれ甘すぎんですよ対応が。ここがね韓国がね日本の助けがこの時期必要ですから仲良くしたいわけですよだったら仲良くする前にですね仲良くするためにはですねこういうことがないように、ええまあ、竹島をすぐ戻せとは言わないまでもこういうことをするなとね こここういういとと平気ででささせてててる、るにれってことですよ、日本の政府がこの,この17日にこの海洋調査船ずうずしく日本とうまくやろうという時期にねこういうものを浮かべてくるっていうのはどういう神経なのかわかりませんけど向こうはしかもそれがぷよぷよ浮いてても黙って見てるというもう切れますよね。皆さんはですね、もし、 えー、韓国政府に制裁を課せることが必要だと必要というか必要なんですけども制裁を課すとした場合にどんな制裁が一番いいと思います皆さんと皆さんのあの自分が総理総裁だったらどんなあ制裁を加えたいと思いますかもう過去の繰り返しをねもう何度もやってるわけで何も黙ってしまうというねね日本政府はその韓この竹島が 自国の領土だという自信がないのかね。自信を持って、こう、ね、抗議ができないもんですかね。黙って見てるってどういうことなの、ね、制裁が必要だと。こんな制裁をすべきだというのがあれば皆さん書いてください。お、わからないが14%ありますね。現在の岸田政権は韓国に甘いのか、韓国政府に甘いのか86、86%がはい。わからないが14%。<laughs> 甘いと。甘いかどうかわからない方がそれでも14%。<laughs> 制裁か具体的には難しいな。自分が総理総裁だったらどうしますかこの制裁。なんかしないとなんかアクションしないとこのまま放っといていいんでしょうか。少なくともこういう,う無断で調査するとかですね。この海洋調査したり訓練をしたりこういうことはやらせないようにこう言う,言うべきではないでしょうかね。えー、っとちょっと前後になりますけど皆さん赤い水曜日まだ。 お求めになってないような方が周りにいらっしゃいましたら赤い水曜日慰安婦問題解決のバイブルと言われているこの赤い水曜日ねぜひ、えー、宣伝していただければと思います抗議は強行であるべきですねね何も言わないんですよ今回ねこの海洋調査しててもね言わないのはまずいですよねまずう,うるさくしつこく言わないとダメですよライブラさんもねこんばんは 赤い水曜日ぜひ宣伝の方よろしくお願いいたします金平音所長の力作赤い水曜日慰安婦問題解決のバイブル赤い水曜日よろしくお願いいたしますね本当情けない政府ですよ本当にねまあ、今後も、まあまあ、こ日本国内での認知度というか竹島に対する関心というかそういうのも薄いのもちょっと問題なんですけどね まあ今後あの竹島の,あの PR ビデオみたいなものをまたね作ってどんどんあの流していきたいとは思っておりますいや自信を持って我が国の領土だってもうしつこいくらい言わないとね黙ってちゃ,うんじゃダメですよね認めたことになっちゃう黙ってるとねお91%、はい、はいが91%になの分からないが9%アメリカ上院議員の原,原爆についての発言に 上川外相も何の認識もない <laughs> 切れますね本当にね。なんかあのちょっと話は変わりますけど最近 YouTube 見てると突撃するが増えました、ね、あの今回翼の塔も突撃 YouTuber ですけど捕まりましたけどもねなんかね正義の味方だっていう感じで突撃する YouTuber が増えてますね。昨日、日ここ数日見たのは、 何だろうビジネス説明会に突,入あの突撃してって「あの詐欺だとか何だとかこんなのみんな嘘ですから皆さん」っつってあの会場の人たちに「私は何十万人の YouTuber ですみんな見てます」とか言いながらライブ配信しながらライブ配信なのか動画なのビデオなのか分かりませんけどカメラ片手に突っ込んでって。 「私は何万人の YouTuber の何々ですここ,は全部ここでやってるのは全部嘘ですから」とか言ってあの突撃していく YouTuber があのそういう YouTuber がいろいろいるのね一人や二人じゃなくてね闇を暴く系というかなんか知らないけど突撃 YouTuber 隣の晩飯だけでええっても,もう突撃が流行っててね、ま、あの動画が回るみたいなんだよね突撃やるとね。 あと以前はなんかあ、あと痴漢を捕まえる突突突撃ユーチューバーもいたしね。痴漢を捕まえたりとか、そういうなんでビジネス説明会、な,なん、だっけ、なんか投資投資の説明会とか。いや、なんだとかかんだとか、そういう系の突撃ユーチューバーが最近増えておりますね。まず竹島に上陸した議員への制裁だけど、何が良いか。あ、なるほどね。上陸した本人に制裁をね。 もう日本には入国禁止だよねまずね。日本に日本に入国禁止。まあ儲かるみたいでね突撃やると。突撃 YouTuber が増えておりますよ最近。はい次の話題はですね。なんとですね。日本から出稼ぎに行く女性の方々があの急増しているという話なんですよね。ご存知でしたか皆さん。しかもまあ,あの他の国もあるんですけど。 お隣に行く人が増えてるそうなんです。韓国銀も突撃化。<laughs> お隣の国へね出稼ぎに行く日本人女性が増えてるとそういう話があるそうでした。ご存知で,でした？私初めて知りましたよ。そんなえー、そうなのっていう感じでね。えー、そこまでしなきゃいけないのってね。まあ日本日本人がまああの日本国内があのねなかなかあの収収入もねあのなかなかね。 得られないっていうのもあるんでしょうけどもまあ、円高もあって円高じゃない円安もあってね。円安もありますから、海外に行けば儲かるということなんでしょうけども、それ以上にですね。お隣の国へ行くとね。高待遇なんだそうですよ。待遇がいいそうなんですえー。ちなみにですけども、日本国内のデリバリーヘルスの平均日給っていくらぐらいだかご存知ですか？日本国内のデリバリーヘルスの平均日給。 いくらぐらいだと思います。いくらからいくらぐらい。何万から何万ぐらいだと思います。平均日給。大日本人参考。書いていただけますか平均日給。いくらからいくらぐらいだ。デリバリーヘルス。日本の。知ってる方。知らなくても大体このぐらいかな。日給が2万から10万ぐらい。渡さんの予想は2万から10万ぐらい。他の方はいくらぐらいだと思います ?5 千、5万円ぐらい。 うん、和也さん5万円ぐらいいだたいですね平均日給が日本の場合は大体なんですけどこれが3万から4万ぐらいです。万万から4万だそうですで韓国ではですねちなみにその業者の広告いくらぐらいで募集してるかっていうとですね2週間で200万から300万だというふうに募集をかけてる韓国に来て200万から30万300万 2週間で200万から300万差し上げますよとね働きませんか日本に日本の女性にもね働きませんか結構なもんでしょ大体ねえー、2ヶ月で1000万ぐらい稼げるそうですよ日本人女性がいけば韓国人じゃないよ日本人の女性が2ヶ月で1000万以上稼げる売春ですよ売春日本の女性に限ってですよ日本女性なら 2か月で1000万,円は1,000万円以上稼げますからいらっしゃいませんかって誘われ誘ってるんです韓国の方でね。なんで日本の女性がそんなに、ね、もあの稼げるのかっていうことなんですけども今ねあの韓国では日本の AV がものすごく人気なんですよ日本の AV めちゃくちゃ人気なの。で AV 女優なんかがね YouTube チャンネル開設するとみんな登録するし。 元 AV 女優ででもすすごい人気なんですよねだからその仕事としてねこの売春でも元 AV 女優だったものすごい報酬払ってくれるしそうじゃなくても日本人の場合はかなり高額の報酬を払ってでも日本人の日本人が 来てくれるとものすごく金儲けとしてはいい金儲けになるというね。韓国で人気なんですよ。とにかく日本の女性が特にこの av が人気なもんだから、日本女性がすごく人気になっちゃっててで3ヶ月で1000万以上稼ぐ人がいっぱいいるそうです。韓国には今日本人女性が稼ぎに行ってアメリカなんかもね。あの言ってるみたいですけども。なんか韓国でまなとにかく人気だそうで、韓国では。 いやびっくりですよねこんなにだからまあ AV の影響が大きいみたいだよね AV がものすごく韓国にたその韓国の男性陣にその <laughs> もう日本の女性をとそういうことができるのが楽しみという、ね、AV を見てるもんだなんかそういういに超人気だそうです日本人そういう売春業界でものすごい人気だ中にはいるんじゃないのあの嘘ついて元 AVAV ちょっとやってたとかね そうやっててて嘘ついて働いいい働るる人もいるかもかしれない本当にそうだった人もいるかもしれない稼げるからとそう短期でね高額収入なんかものすごい流行ってるそうですよ韓国日本人女性が韓国で働いてる寿司女ブランド <laughs> そういうことですねまあね本当だから頭は半日でも体は新日つって,って、ね、<laughs> 頭は半日なんだけど体は新日と。 別に新日の男性だけが日本の AV が好きなわけじゃないからね。もう反日の男だって日本の AV が好きなわけだ。お仕事ですからね、これはね。奴隷じゃないですからね。お仕事なんでね。反日が呼んだらやばくないですかだから頭は反日なんだけど体は新日だから大丈夫なんです。ね岸田政権に韓国に甘すぎて困ったもんだ。アンケートわり。もう94%がはいでした。病気が心配だから必ずつけましょう。そりゃそうだえ。昨日ですね、 あのたくさんの方がね見ていただいてライブを本当にありがとうございました昨日は、えー、ふわたりさんも2時間の間しゃべりっぱなしでご苦労様でしたし、ね、私のライブ終わった後さらに2時間ぐらい喋ってたようで本当にお疲れ様でした、ね、今現在私の,あのライブ配信18人しか来てませんよ昨日ふわたりさんのライブ配信 30, 30人ぐらい35人ぐらい来てたでしょ 私より上田さんの方が多いからね出席率 <laughs> また間違えて消しちゃったの千石 <laughs> さんこんばんはまあ昨日は本当に、ね、盛況でしてあの新しい方もたくさん来ていただいてですね本当にあ,ありがたい次第でございます登録者もね、えー、徐々に増えておりましてもうすぐ2000人になろうかというところまで来ております、まあ、2000人じゃしょうがないんですけどねまあとりあえず2000人ね2000人あの埋まったら 次は2万人という感じでね、増やしていきたいなと思いますが、赤い水曜日、これ私の本ではございませんが、あの、金平本というね、韓国で慰安婦問題を解決するために、えー、毎週水曜日、大使館、日本大使館前で、えー、デモ活動をしていらっしゃる学者の方ですけどもね、この方が書かれた慰安婦問題のバイブルにも、バイブルと言ってもいいような書物になっております。ぜひとも、まだお手に、えー 入手してない方はですね、えー、ぜひこう、楽天ですとか、アマゾンですとか、まあ、ネットで検索すれば出てまいります、ね。赤い水曜日、ぜひとも、えー、慰安婦問題のバイブルというね、バイブルになるという本でございます。まあ、そういうことでですね、えー、明日はね、多分ライブないと思いますので、えー、また来週ね、えー、次のライブでお会いできればと思います。めちゃくちゃ物価上昇中ですよ、関空 あの、本当、特に食い物は上がってますんでね。日本からの日本から行く人はみんなあのきついみたいですね。あの円安の上に韓国物価が上がってるんで、大変みたいです。えー、本日もご参加いただきありがとうございます。えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。また月曜日お会いいたしましょう。それでは、楽しい週末をお過ごしください。